はい、どうもこんにちは、ななゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2019年度の富山大学の入試問題です。括弧2で、定積分関数ですね。X が中に入っていて t に関する積分で、それを実行することによって、関数 fx の値が定まるという形になっているんですが、絶対値が入ってますよね。で、この絶対値を場合分けする際に、イコール0になるものを解くというのが括弧1ですね。だから実質場合分けのところを、括弧1でやって、で実際にその fx を計算を積分を指して、最小値を求めるというのを2番でやると、そういう問題ですね。それでは早速回答の方をやっていきたいと思います。括弧1ですが、これ x について解けば、2分の π までなので、コサインの値0にならないですね。ということで、x イコールコサイン分のサインということで、タンジェントになります。タンジェントシータですね。で、サインとコサインを x を用いて表せということなので、x イコール、タンジェントシータから、逆にこの、サインとコサインの値を、x を用いて表すので、1たすタンジェントの2乗シータがコサインの2乗シータ分の1ですね。これに沿って、コサインとサインを出せばいいということですね。というわけで、これルート付きになりますね。コサインのシータの値はルート1たす x の2乗分の1と。で、サインシータはタンジェントにコサインをかけたものなので、x かければいいんですね、これにね。ということで、ルート1たす x の2乗分の x と。ということで、これが両方とも答えになります。さすがにこれはできないといけないでしょうね。はい。というわけで、2番に行きます。fx のこの、絶対値の場合分けですね。これがどういう形になるのかっていうのがちょっと見づらいかもしれないですけど、例えばこの t という事項を取った時に 0から2分の π までに、タンジェントという関数がこういうふうにありますですね。これ、y イコールタンジェント t という関数です。で、今 x という値が例えば今正の時に、こう必ず1回ぶつかりますよね。で、x イコールタンジェント t という方程式になって、その解が1番で求めたシータなわけです。だから0から2分の π なので、0から2分の π のところでこれが0になるところっていうのは、x イコールタンジェントシータなわけで、0から2分の π までで x は正の値ですよね。だから負の値の場合には一定符号だってことがわかると思います。実際に x コサイン t マイナスサイン t っていう値で、今0から2分の π を考えてるんだとしたら、両方ともプラスの値ですね、これね。で、x がマイナスだったら両方ともマイナスになっちゃいますよね。マイナス引くマイナスなので、この値マイナスになりますよね。というわけで、まず1番として、x が0以下の時を考えましょう。この時は、中身が、マイナスになるわけです。つまり x コサイン t マイナスサイン t が、負になるので、絶対値がそのまま外れて fx の計算が、そのままできます。つまりこれは0から2分の π のマイナスが外れるので、マイナス x コサイン t プラスサイン t の dt となりますね。というわけで、これ、中に入れて計算すれば、マイナス x コサイン t マイナス
コサイン t と。で、0から2分の π と。で、計算ですね。で、2分の π 代入して、1、で、コサインは0。ですから、マイナス x プラス1と。というふうになります。まあ、最小値を求めるので、まあ、この部分で最小値求めてもいいですけど、最小値マイナス、1ですよね。x イコール0で1が最小値になります。じゃあ次、x が、0以上の ところで考えてみましょう。この時は、先ほど、まあ、図で書きましたけど、xcosθ マイナス sinθ の値は正にも負にもなると考えられますよね。どこで境目になるかっていうと θ です。 t イコール θ の時にこれは0になるわけです。この値は0になるわけです。で、まあ要するにここで分かれるわけですけど、どっちがプラスでどっちがマイナスなのかっていうのを見ていくには、まあ、θ が0に近いところで見ればいいですね。θ というか t が0に近いところで見ると、0に近いところで見るとこの値は x プラスに対してこの値は1になって、こっちの値0ですから、プラスの値から0引いたらこれプラスですよね。で、逆に θ がこれ θ が0に近いところで見たらこうなって、θ が2分の π のところで近いところで見るとこれプラスの値に対してこっち0でマイナス1ですから負になります。というわけで、ここの時には中身はここですね。0から、θ までの中身絶対値の中身はこれはプラスになってるんですよ。だからそのまま外れるわけです。でこっちは絶対値の中身が負になってるんですね。だからマイナスつけて外さないといけないというわけですね。まあそれに気をつけて、fx を計算すればいいということです。だから倍分けしなきゃいけないので、0から、θ までですね、θ までで、xcosθ マイナス sinθ との dt プラス θ から2分の π まで、こっちをマイナスつけなきゃいけないので、マイナス x コサイン t マイナス sin t と dt ですね。だとこれ、まあ、単純に計算していけばいいだけですね。ここは計算して、x サイン t ですね。まあ、さっき計算してるので、それ見ればいいんですけど、0から θ と、それからマイナスのこっちですね。こっちも xsinθ のプラス cosθ と。で、θ から2分の π と。ですね。で、代入して計算した結果が、2xsinθ プラス 2cosθ かな、マイナス x たす1ですね。で、sin と cos は先ほど出しましたよね。1番で出した答えを代入すればいいわけです。だから 2x のルート1プラス x の2乗分の x、 それから、2倍のルート1たす x の2乗分の、1マイナス x プラス1ですね。で、これルート x の2乗たす1で割れば、2倍の括弧 x の2乗たす1で出てくるんで、1たす x の2乗で約分ができますよね。なので2ルート1たす x の2乗になってマイナス x たす1ってなります。まあ、ここまでの計算で、まあやっぱりチェック しておかなきゃいけないのは、この f0 の値がちゃんと接続されてるかどうかですね。この値 f01 ですよね。
で、こっちの値も計算すると F0 が、ちゃんと1になってくれてますよね。で、こういうチェックっていうのは重要で、この関数は、まあ、まだちょっと高校生だと難しいかもしれないですけど、定積分関数になっているけれども、X と T が、X がちょっと動いたぐらいでは、その、大きくその変化しない関数になっている、連続関数になっているんですね。まあ、要するにこの中身が連続関数の時には、基本的に連続関数になるんですよ、その関数、FX がですね。定積分関数も連続関数になるんです。なので、0のところでちゃんと接続されないといけないわけです。この場合分けした時に、まあ、この0のところでバイアスしてるけれども、この値がちゃんと一致してるかどうかっていうのチェックを行った方がいいですね。はい。で、あとは、最小値を求めるので、まあ、この関数 fx とした時の、0以上での最小値を求めなきゃいけないです。落としたけど。こっちはすぐわからないですからね。先ほど一次関数だったので、1が最小値っていうのが分かりましたけど、0以上のところで、まあ、0含めなくてもいいですけどね。含めなくてもいいですけど、まあ、微分をして、最小値を求めることになります。ということで、ルート1たす x の2乗の 2x-1 と。で、ルート1たす x の2乗の 2x-ルート1プラス x の2乗ですかね。で、まあこれ、f'x イコール0として、まあ2x イコール、ルート1プラス x の2乗と。で、解けば x イコールプラスマイナスルート3分の1って出てきます。で、まあルート3分の1だけですね、今回ね、プラスの方ですから、こうですね。というわけで、まあこれで増減表書いて最小値を求めればいいということになります。増減表はシンプルに、まあ一応0を入れときましょうか。0ですね、この時1になります。で、この値もマイナス1になるんですけど、この値はまあ関係ないですかね。まあ一致してるかどうかっていうのは、参考程度しかなりません。これは必ずしも一致するかとは言えないので、ここの値はチェックすべきですけども、この値については微妙ですね。絶対値がついてるので、まあ変微分ができないので、必ずしも一致するとは言えないかなと思います。はい。で、ルート3分の1の時の値が、極小になるということですね。この符号を注意して計算してください。この、まあ、このですね、0に近いところの値がマイナス1なので、もうマイナスになるっていうのは分かると思いますが、ルート3分の1を超えて、どんどんでかくなっていくと、当然この値が、プラスになりますね。この値がね。この値がどん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 大きくなっていくので、正になっていくっていうのが分かると思います。というわけで、まあ、適当な値とか1とか2にすれば分かるんですけど、減少の増加ということで、ここが極小になっているということが言えます。で、f のルート3分の1の値を計算して、これがまあ最小値になるんでしょうね。f のルート3分の1と。ですね。だから2ルート、1たす x の2乗ですから、3分の1、ルート3分の1の2乗ですかね。だから3分の1か。マイナス、ルート3分の1たす1と。ということで、まあこれ計算して、ルート3分の4、マイナスルート3分の1、マイナス1ということで、ルート3分の3マイナス1です。ルート3マイナス1が答えになります。これが答えですね。はい。まあなんかこう、積分で定義された関数の点検問題
ですではありますけれども、まあ、なかなかその2番はしっかりと解ききるの難しいかなと思います。そうですね、1番は当然取らなきゃいけないと思うんですけれども、ちゃんとですね場合分けができて、それからその X が、正の時の、場合分けの計算、それから、まあ、途中でねこれカッコ3で分けてもいいかなと思うんですけれども、微分をして極小値を求めるというところまでですね、一連の流れができるようになればいいかなと思います。はい、というわけで富山大学の入試問題でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは失礼いたします。